です。昔あの京都をやってまして、もう36年こういう音楽をやってるんですが、まあ、聞きますところ、ビバリーヒルズというですね、今度やるんですが、そこも30周年という長きにわたってですね、音楽の店で、そこで僕ができるということを大変あの楽しみにしています。で奈良は昔平城京があって、そこ銭湯をしても1300年という昔から、奈良界あの栄えてたというところでございますが、僕も奈良行きますと、また京都とは違ったあの古い、ちょっとやはり昔のお城っていうか、その日本のですね、あの要であったっていうのは大変僕にとっては長思いの場所であります。それで、行くと必ず東大に行って大仏様を拝むんですが、あの大きさは、昔の人はよく作ったなみたいなことで、それが現代に伝わってきてですね、まあ、現代の建物も素晴らしくなりますね。やっぱりあの強を浴びたくなって、願いかけるみたいな感じになりますが、まあ、今度奈良行ってライブします。9月に行く予定です。ビバリーヒルズでやりますので、どうぞよろしくお願いします。とても馴染めず寂しくなる。センチメンタルに浸ったふりして